それでは早速、第1部の方を始めさせていただきたいと思います。お一人目にご講演いただきますのは、足立ひかる様です。まず簡単ではございますが、足立様のご紹介をさせていただきます。足立様は武蔵野美術大学空間演出デザイン学科をご卒業され、25年以上にわたり VR 領域に関連する業務に携わられてきました。現在は大手企業との VR カメラ開発や、都市連動型ミラーワールドにおける事業化に従事しておられます。それでまた、私様の講演は対話形式になりますので、オンラインでご参加の方は、チャットや挙手ボタンから発言をお願いいたします。ウェブスタートアップにご来場の方は、挙手していただき、発言いただければと思います。それでは、私様ご準備の方はよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。それでは、足立様よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。弁の皆さん、はじめましてです。電通の足立と申します。実は私もですね、山口県、出身ということもありまして、今日の、お話、皆さんにお会いできるのを、とても楽しみに、していた、っていうこともありましてですね。今日のですね、資料、気合が入りすぎてですね、250ページぐらい、になってしまいましたので、もう、ある部分、こう、駆け足で、お話ししたりとか、端折ったり、することあるかもしれませんけれども、できるだけですね、皆様の、ご質問を、頂戴しながら、それに、合わせてお話できたらいいなと思ってますので、ぜひ、チャットだったりだ、挙手だったりとか、もう間挟んでいただいて、構いませんので、ぜひ、対話型で、進めていけると良いかなと思います。ひょっとしたら、そういう気遣いができずに、バーっとこう喋ってしまうかもしれませんけれども、そこら辺、どんどん、間を割り込んでいただいて、けたら嬉しいなと思います。それではちょっと資料の方をですね、表示させていただきます。それではですね、話を進めさせていただきます。今回タイトルがですね、メタコマというふうな、タイトルになっております。皆様、基本 VR とかいう部分、ところにですね、ご興味をお持ちかなと思ってはいるんですけども、メタコマって、このメタバースのコマースっていうふうな、ことを、勝手に、私の方で省略してメタコマって呼んでるんですけれども、この VR、とですね、メタバースっていうのは、非常に相性がいいというかですね、これまでこの VR っていうのは、ずいぶん昔からこう言われてきてはいたんですが、なかなか、スケールが、ビジネスがスケールがしないというふうなところも、正直ありました。ただ、こういったメタバースというものがですね、今、バズワードのように広がってますけれども、これが一般的になっていくとですね、メタバース上でこう VR が見れるというふうな、要は出す場所っていうのがですね、これからどんどん増えてくるだろうなというふうな、ところもあってですね、今日は、メタバースの話、なんかもですね、中心に、できればいいなと思ってます。で、今起こっている未来というふうなことです。そして、こういった技術っていうのはですね、技術だけ先行しても、しょうがなくて、これがマネタイズにつながっていかないとですね、スケールしないというふうなこともありまして、そういう話を、させていただけたらなと思います。それでは、大画面にしますね。はい。先ほど自己紹介いただきましたけども、私の方はですね、こういった、万博関連だったりとか、オリンピックの時は、こう、VR アドバイザー、みたいなことを、こう、させていただきました。そして、岩国市のですね、都市開発のアドバイザーなんかも、させていただいております。その他、大学なんかでもですね、講演など、あと教授などさせていただいております。そういったこともありましてですね、山口にはですね、二月に一度ぐらいの、ペースで、帰っておりますので、また、次回皆様ともお会いできることをこう楽しみにしております。
まずですね、私がこれまでやってきたことっていうかですね、そういった話とですね、まあそもそもこう VR に傾倒したきっかけっていうのがですね、このコブラという漫画、ご存知の方は、いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ少年ジャンプですね、まあ当時、この人気だったこの、コブラという漫画家のですね、アシスタントをさせていただいておりまして、この漫画のこのストーリーがですね、まあ、あの普通のサラリーマンだった、まあ主人公がですね、まあ、ある時、なんか楽しいことないかなっていうのでですね、バーチャル旅行会社にこう出向くんですね。で、そこで、まあ、なんていうのかな、お金をかけずに、旅行体験ができるよっていうふうなことでですね、まあ、そのサービスに、まあ、お金を払って、まあ、参加すると。まあそうすると、自分の頭の中にですね、いろんな、旅行をする旅の情報みたいなものが、こう、インプットされて、瞬時にその、体験を、享受できるというふうな、そんな、物語だったんですけども、実はそれがですね、なんだろう、過去の自分の、物語だったっていうのがこう発覚して、それでまた記憶をですね、蘇らせて、まあ、事件に巻き込まれるというふうな、そんな、物語ですね、そこからですね、まあ、自分はこう VR というものに、まあ、非常に、興味を、持ち始めたというふうな形です。まあ、これが、まあ、だいたいこう30年ぐらい前の話ではあるんですけども、そこからですね、まあ、この、先生ともですね、まあ、今でも、こう、交流はあったりとかするんですけれども、まあ、この方の、作品、この先生の作品ですね、また AR に関連するですね、作品だったりとか、本当に何十年も、こう、未来をですね、見据えた、そういった、物語、でして、まあ、そういったところにですね、自分も、興味を持つようになったというところです。そして、これも、学生時代なんですけども、まあ、これも、同じぐらい、30年近く前なんですけども、トロンという映画がこうあったんですけども、まあ、コンピューターの中に入って、コンピューターのバグと戦うというふうな、こう、ストーリーなんですけども、それに見せられましてですね、まあ、私、武蔵野美術大学っていうところを出てるんですけども、まあ、文化祭っていうかですね、美大では芸術祭っていうんですけども、まあ、そこで、その世界観をリアルで表現したいっていうふうなこともありましてですね、体育館を丸々借り切って、で、そこにイントレを組んで、迷路の、みたいな状態にしてですね、で、まあ、右下にあるようなこの光線銃を、手にして、で、そのダンジョンをですね、まあ、さまよい歩くと。で、敵を見つけて、こう、やっつけながら、ゴールを見つけてですね、脱出するっていう風な、ちょっとした、アトラクションゲームを、まあ、開催したんですけれども、まあ、この時にですね、まあ、どうしても資金が必要だっていう風なこともあって、まあ、スポンサーをこう、探すわけなんですけども、そういった、経緯でですね、まあ、電通という存在をこう、知ったという風な、ことがあります。それが、まあ、今に至ってるっていうふうな、ところではあるんですけども、今現在、まあ、先ほどご紹介もありましたけど、まあ、何やってるかっていうふうな、話で言うとですね、まあ、キャノンさん、最近ですね、この VR のこうカメラを、発売したんですけれども、この、カメラの、まあ、コンサルティングというふうな、ことを、やらせていただいております。まあ、この二眼でですね、まあ、ステレオで、VR を、撮影することが、こう、できるような、こう、カメラでですね、まあ、これは360度ではなくて、まあ、180度、こう、限定ではあるんですけれども、8K の、カメラでして、まあ、なんでしょうね。これから、まあ、キャノンさんはですね、こういった VR の領域、まあ、非常に、こう、力を入れようと、しておりますので、で、まあ、そこの、カメラ開発だったりとか、まあ、コンテンツ開発だったりとか、そのビジネスモデルっていうのをですね、協業させていただくような、ことをさせていただいております。
そういった中でですね、私、いろんな新規事業を、会社の中で、やっておりまして、ことごとく、しくじった話をですね、まずさせていただいて、そこから得られたですね、この反省みたいな、ものをですね、こう皆様のこう糧にしていただけたら良いかなというふうに、思いますので、いくつか、しくじった新規事業の話を、させていただきたいと思います。一つはですね、RPG ニュースエージェンシーというものです。ユーストリームっていうのがですね、当時、流行っておりまして、YouTube っていうものよりも、ユーストの方が、結構、ライブ配信にはですね、非常に向いていまして、当時は YouTube っていうのをライブ配信やってなかったんですけれども、こういった、サービスを、やりましたというところです。で、当時ですね、非常に、個人でのブロードキャスターっていうふうな、形でですね、神田俊明さんっていう方がいらっしゃるんですけども、まさにこの今ある YouTuber のですね、走りみたいな、方でした。今やですね、YouTuber もたくさんの人がいらっしゃいますけれども、一人ブロードキャスティングをするっていうですね、そういった方っていうのは、まだ、世の中にはこういらっしゃらなくて、その神田さんっていうのがですね、まさに自分でカメラを持って、いろんなところにこう取材に行って、それをこうネットで配信するっていうふうな、そういったですね、立役者というかですね、エヴァンジェリストですね。で、その方が、いろんな書籍だったりとか、そういったあのイベントなんかでのつながりで、いろんなゲストをこう連れてきてですね、そこで、配信すると。で、YouTube っていうのはまだそこまでスケールしてない時代だったので、Ustream っていうものを使って、ただ配信するだけではなくて、そこにお客さんもこう入ってですね、インタラクティブに、コミュニケーションができるというふうな、そんな、環境を作りたいっていうふうなことで、お客さんと対話しながら、話を進めるというふうな、ことをやっておりました。で、業界のですね、名だたる、先駆者、エヴァンジェリストをこうゲストに呼んで、当時こう2013年だから、今から10年近く前ではあるんですけれども、こういった、企画をこう進めてました。で、ユーザーのコメントを拾いながら番組を進行していくと。で、それ以外にですね、こういった、若者たちですね、音楽アーティストの若い子たちにですね、いろんな渋谷の街を探索に行ったりだったりとかですね、いろんな企画を毎回用意して、スタジオで、ライブ配信を、やっていくというふうな、ことをやっていたんですけれども、まず、ライブ配信っていうところにこだわりすぎてですね、Ustream から脱却できなかったと。YouTube に移行したいなっていう気持ちもあったんですけども、ちょっとめんどくさいな、みたいなところがあってですね。単純にアーカイブを YouTube に上げるだけでよかったんですけども、ここら辺の移行をですね、見誤ったためにですね、せっかくのですね、素晴らしい方々のですね、チャンスをこう逃してしまったなっていうところはですね、非常に大きいなと。今だったらですね、ヒカキンだったりとか、最近だとコムドットっていうですね、若者たち、いますけれども、そういった走りになれたのかなっていうふうには思いますし、先ほどの神田さんにおいてはですね、YouTube 大学の、中田くんみたいな、ぐらいの立ち位置に、なれたのになっていうふうなことが、非常に、悔しい思いをこうしたというふうなことでございます。で、もう一つ、変身カメラっていうですね、スマホのアプリです。これ何ができるかというとですね、何に変身したいかっていうのを選んで写真を撮るとパッとこう、変身できるというふうなものです。これはですね、実はこの YouTube じゃなくて、Apple Store のですね、こうトップにこう、君臨したこともあってですね、で、これって、実はすごいことで、当時ですね、いろんな方にこう聞いたときに、ここのトップに出るってすごい企業価値だよと。で、なんでしょうね、約60億ぐらいのですね、価値があるっていうふうな形でこう言われたにもかかわらずですね、とにかく、
急にこうダウンロードがこう進んだんで、自分もこうどうしていいのかが分かんなかったっていうところですね。まあ、こんな返信できるようなですね、アイテム、あと返信だけじゃなくてですね、ものを空間にこう表示させたいみたいなことができるような、そんなようなですね、コンテンツをいろいろ作ったりとかしたんですけども、これ、まあ、コンセプトとしてはですね、まあ、自分自身だったりとか、自分の家族とか、自分の友達こそが最強のコンテンツだよっていうふうな、まあ、そういったことでですね、まあ、自分たちがこう、返信できて、で、それを SNS に上げて、楽しんでもらうっていうふうな、ことで、こう、始めたんですけれども、全く、こう、ダウンロードされるっていうふうには思ってなかったんですけども、200万ダウンロード近く、行くことによってですね、まあ、そこでこう逆にこうあたふたしてしまって、まあじゃあそれをですね、また有料課金だったりとか、まあ課金することで資金を集めて、さらに、アプリをこう進化させたりだったりとか、そういうことが、できたはずなんですけれども、そこら辺のビジネスモデルをですね、まあしっかり吟味せずに、毎回こう、その場しのぎとこう、惰性でですね、進めてしまったがためにですね、もうユーザーが、ちょっとずつこう、離れていくと。まあ今でもですね、たまにこう、根強くですね、使っていただいている方もいらっしゃるはいらっしゃるんですけども、まあそこへのこう、対応をこう、諦めてしまったっていうところがですね、まあこれも、大きなチャンスを逃してしまったな、というふうなことでございます。で、あとですね、まあ、VR シアターっていうですね、ネットカフェにですね、この VR の端末を置いて、ネットカフェに来たお客さんにですね、コンテンツを有料でこう見せるというふうな、サービスっていうのを、始めました。で、まあ、これもですね、最初こう話題になってですね、ネットカフェ業界の株価が上がったりとか、一時したんですけれども、まあ、これもですね、この端末を、ネットカフェに置くっていうことは、まあ、ただユーザーがそのままですね、置いてある端末を使えればよかったんですけども、まずこの端末の使い方がわからないだったりとかですね、このオペレーションっていうのを、まあ、アルバイトの方がこうやっていかなければいけないっていう、この煩雑さっていうところにですね、まあ、ちゃんと、設計を、まあ、施すことができなくてですね。あと、まあ、この人気コンテンツの中でですね、やっぱりアダルトを入れたいっていうふうな、まあ、方々からのこう要望があったんですけども、さすがにこれ、ちょっと堅くなに、拒んでしまったっていうところもありまして、そういったところでですね、まあ、今でも細々とはやってはいるんですけども、だんだんこうシュリンクさせてしまうというですね、まあ、そういう離れ技をやって、抜けてしまったというところでございます。で、まあ、今日の話、まあ、先にこう結論からこう話しますとですね、こういう新しい技術にこう踏み込むのと同時にですね、やらなければいけないこと、自社あるいは、自身が持っているアセット、資産ですね、どういったものが活用できるのか、それは何があるのかっていうふうなことをまず考えること。そして、自分たちのこう目標は何なのかっていうこと。そして、それをちゃんと続けるための、理由だったりとか、情熱があるのか。あと、それをやることで、将来、どういうふうな、自分たちになってるのかっていう、あるいは社会がどういうふうに、変わってるのかっていうビジョンが見えてるのか。ここがですね、非常に大事で。で、そのビジョンっていうものからですね、バックキャストで今やるべきことをこう考えていくっていうことが、まあ、非常に大事ですよと。まあ、こういうふうな、ことを、今日話をしたいなと、思っております。で、まず、メタバースの話っていうふうなことですので、まあ、そこら辺からですね、話を、したいなと思っています。メタバースのこう調査なんですけども、まあ、いろんなところでですね、今、こう、注目されていて、市場規模っていうものが、いろいろ検証されておりますけれども、まあ、2028年にはですね、100兆円っていうですね、なんか小学生が言いそうな大きな数字のマックスっていうふうな感じの数字になってますけれども、こういった、成長がこうありますよと、そういった伸長が見込まれますよと。
まあ、言ってみればインターネットに変わる次のインターネットっていうふうな、ものなんだと思います。そしてですね、まあ、NFT ですね。まあ、それに伴う、まあ、情報資産の、活用、ブロックチェーンによるですね、なんでしょう、トークンっていう、ものなんですけども、ここら辺また、わかんなかったらいろいろ説明、答えようと思うんですけども、こういったですね、まあ、データの、デジタル化っていうかですね、まあ、データだからデジタルなんでしょうけれども、そういった、ものを、デジタル化することで、それが、新しいですね、資産になっていくっていうような、こう考え方です。こういったものもですね、まあ、非常に、成長していくだろうというふうな話になっております。で、メタバースのこう市場調査なんですけども、まずこう消費者っていうのはメタバースをどういうふうに定義しているのかっていうふうなんですが、まあ、大多数がですね、まあ仮想世界だったりとかですね、新しい、SNS のこうプラットフォームであるだったりとか、まあ、インターネットの、新しい体験だったりとかですね、そういったふうな、まあ、意見が出ております。あと、まあ、どのくらいのですね、マーケティング担当の役員が、メタバースがですね、大きく影響してくるんだっていうふうに、理解してるかっていうとですね、まあ、半数ぐらいがですね、まあ、ある程度理解してますよと。で、まあ、理解してないっていう人がですね、まあ、22%、わからない人が 10%、ということはですね、まあ、約この、なんでしょうね、70% 近くがですね、まあ、理解しているというふうな、形で、こう、出ております。で、そもそも、こう、メタバースって何だろうっていうふうな話なんですけども、まあ、人によって、まあ、いろんな解釈があるんですが、まあ、今、こう、バズワードと、してですね、こう出ているし、実はメタバースって、こう、昔から、こう、あったものなんですね。で、その本数って何なのかっていうことを考えることが、こう、重要かなと思います。まあ、メタバース、こう、でググるとですね、ちょっと、まあ、いろいろ出てきてますけれども、まあ、ごちゃごちゃしたですね、未来感があるような CG でできた街が、いっぱいこう出てきます。で、そこに、アバターがこう出てきてですね、ワイワイしているっていうふうな、まあ、こんな感じで皆さんこう思ってるのかなというふうに、まあ、思いますが、まあ、一言で言うとこういうことかなというふうな話です。この赤いところですね、まあ、メタバースの定義っていうのは、こう、オンライン上の、仮想空間上で、アバター同士がコミュニケーションができるサービスですよと。これが、まあ、スマホとか PC だったりとかですね。あと、VR とか AR の端末だったりとか、まあ、ゲームのデバイスで、それぞれみんながアバターでコミュニケーションできますよっていうふうなことかなというふうに思います。なので、これがですね、まあ、企業のサービスであろうと、ゲームであろうと、まあ、すべて、共通に、メタバースっていう、こういうのかなというふうに思ってます。まあ、身近なメタバースで言うとですね、あつ森だったりとかですね、モンハンだったりとか、そういう MMORPG っていうんですけれども、まあ、自分がその世界にいようがいまいが、その世界の時間軸が、こう、どんどん、進んでいってるよっていうふうな、そういった、ものなんですけども、まあ、これが、一般的にもですね、身近なメタバースで、特に、若い子たちはですね、まあ、もう自然にこうメタバースにこう触れているというふうな、ものでございます。で、あとはこういったコミュニティみたいな、ものに特化したものもあったりします。で、そこではですね、まあ、ゲームの世界だったりとか、まあ、エンタメの世界、イベントだったりとか、ビジネスだったりとか、まあ、今後、教育だったりとか、こう、観光領域でですね、こう、広がっていくのかなというふうに思っています。で、メタバースの特性、大きくこう、三つあるかなと思ってるんですけれども、まあ、一つはもう、いつでもどこでも、まあ、物理的な、抑制って制約っていうのをですね、超越して、まあ、いろんなところに、行けますよっていうふうなことですね。で、もう一つは、こう、コミュニティ、まあ、自分たちの一番居心地のいい場所っていうのをですね、
まあ、趣味でも仕事でもなんですけども、まあ、心理的なですね、こう、テリトリーっていうものを、構築して、で、一番気持ちのいいところに、まあ、住まうというふうな、ことができるものですよと。そして、アイデンティティ。これが、まあ、アバターになっていくんですけれども、まあ、いろんな表現だったりとか、外見が、自由にできますよ、ということですね。まあ、自分で、気に入ったアバターになってですね、場合によっては、そのアバターですね、何種類かこう用意して、まあ、自由にそこを徘徊すると。まあ、それによって、自信のある自分でですね、他の人と、コミュニケーションがしやすくなると。そういったような、環境を提供できるということです。とにかく、自分の時間だったりとか、個性だったりとか、多様性を大切にして、程よい、こう、人との距離感を、持ってですね、さらに、こう、豊かな生活、暮らしを目指すというふうなことがですね、メタバースに、こう、課せられてるっていうかですね、メタバースに、希望を抱かれてるというふうな、そんな状況かなということです。で、アバターについてちょっと話します。で、アバターイコールですね、今後、自分のアイデンティティになっていくのかなと。今、皆さんのですね、がファッションで着飾ったりだったりとかですね、メイクしたりとか、まあ、なんだろうな、こう痩せる運動をしたりだったりとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、今、肉体的な、こう、アイデンティティっていうのは、こう、皆さんお持ちだとは思うんですけれども、それをですね、アバターに、置き換えて、それ自体をアイデンティティにしていくと。そして、メタバース上で、自分自身を表現していくっていうような動きが、これからまあ起きようとしているっていうような形です。で、このアバターもですね、自分そっくりなアバターを作る人もいれば、自分をこうキャラ化するっていうふうな、そういった人もいるし、あとは自分が好きなキャラクターに、変身するっていうのもあるかもしれません。そしてはたまたこう、自分とは全く違う自分っていうのをこう作っていくっていうような、行動もまあ起きるのかなと。そういった ID を持ってですね、まあいろんなメタバースの中で、まあ自分をこう表現する、人とコミュニケーションを取るっていうふうなことが起きますよというふうな話ですね。で、まあこういったアバターにすることで、スムーズなコミュニケーションが、起きやすいっていうような話なんですけども、まあ、例えば相談者とカウンセラーがですね、アバター同士で、話をするだったりとか、あと、このマイクロソフトもですね、今このメタバースに非常に力を入れていて、今こういった、ウェビナーだったりもそうですけれども、この、Teams だったりとか、Zoom だったりとかで、会話をする機会が増えているかと思うんですけれども、まあ、それも、だんだん、こう、アバターに置き換わっていくよっていうふうな、ことで、そういった動きがありますよ、ということですね。で、まあ、実際にこう、経済圏なんかもこう、回ってましてですね、メタバース内でもうアルバイトをする、まあ、企業がもう出店もしてますし、そこでですね、アルバイトを雇って、そのアルバイトが、フレンドリーな、形でですね、そのお客さんにこう、話をかけてくれてですね、で、商品を売るみたいな、そんな、現象も起きているということですね。で、まあ僕もメタバース空間にこう入っていくとですね、このメタジョブっていうので、アルバイトの子がですね、スタッフとして立っていて、で、まあメタバース上で迷うこともあるんですけども、まあその店員ですね、言ってみたら、そのスタッフにこう話しかけるとですね、まあ結構なんでしょうね、ため口で、話しかけてくれたりするんですけども、で、そこで、まあ、こういった商品、がおすすめなんだけど、どうですかみたいなことをこう言ってきますと。で、まあ僕もこの、なんとなくは分かってはいたんですけども、まあ時給どのくらいなのって聞いたら、まあそれちょっと言えないんですけど、とか言いながらですね、まあじゃあこの商品って君何個ぐらい一日に売ったのとかっていうと、6万円ぐらいの商品をですね、もうすでに、今の時点で今日2個売りました、みたいな。ことをおっしゃってました。まあ、そのぐらいですね、経済が、こう、動きつつあると。で、今、ここ、時給2000円ってなってますけど、時給もどんどん、こう、上がってるっていうふうな話を、聞きます。まさに、こう、自宅でですね、まあ、通勤時間、0分で、店員よりも、こう、稼ぐみたいなことができる。そんな時代になってるということです。で、
まあ、あと、こういった、メタバースを空間を利用してですね、まあ、クライアントさんの、お店だったりとか、そういったものを、立て付けるですね、お手伝いこうさせていただいているんですけれども、こういった、まあ、巨大な IP と一緒にですね、まあ、ショップだったりとか、店舗みたいなのをこう作るんですが、まあ、我々としてはですね、この、自社製品を紹介する、要は企業の人にもこう、スポットライトをこう当てていこうと。要はその企業の人をですね、アバターでこう作るわけですね。で、このアバターになって、この企業の人がお客さんとも直接会話をするっていうような、そういった、ことができる。これによってですね、まあ、企業に、スポットライトを当てるんではなくて、この売る人に当ててですね、その人がこう輝くことで、この企業のブランドの価値もですね、高まっていくっていうような、まあ、そういった考え方ですね。ちょっと昔の本当に駄菓子屋さんみたいな、感じに戻るかもしれませんけれども、まあ、お客さんにとってですね、もちろん企業も、重要なコンテンツかもしれませんけれども、やっぱりそういった売る人とですね、直接こう話ができるっていうのが、まあ、非常にこう魅力的なコンテンツになっていくんだろうなと、メタバースの世界は、というふうな、お話です。まあ、アバター同士の会話ってどういうもんなのかっていうことなんですけれども、まあ、ゲームをやっているような方っていうのは、まあ、非常に、よくわかっている方だとは思うんですけども、この右のですね、今ちょっと動画が、見えてるかと思うんですけれども、これはですね、まだ、オキラスというですね、ヘッドマウントディスプレイが、初期の頃、出した、まあ、ゲームなんですけども、まあ、相手側がですね、いるんですね。で、その相手とですね、こう、話をしながら、キャッチボールをしたりだったりとか、まあ、ちょっとした、こう、ゲームをしたりとか、こう、するんですけれども、まあ、VR ゴーグルを装着した瞬間、向こう側に、こう、人がいるわけですね。で、その人が、右に行ったり、左に行ったりするとですね、まあ、音声もちゃんと、そこから、こう、聞こえるというふうなものになってるんですけれども、とにかく、この、まあ、すごかったのは、この、ゴーグルを外したときにですね、周りに誰もいない、何もない。それで、まあ、ちょっと驚愕してですね、もう倒れそうになったぐらいの記憶があるんですけれども、まあ、そういった形でですね、実際にそこにいる感っていうのが、本当に半端ない、っていうものですね。今、こう、メタバースって、PC とかスマホでもできるんですけども、こういったゴーグルをこうかけることによってですね、そして、まあ、人と話をすることで、初めてその面白さが、こう、わかるというふうなものですね。で、今やですね、もう少しこのアバターの精度なんかも、こう、上がってきているんですけども、とにかくこのメタバースを、こう、体験されたことがない方はですね、ただそこに行くだけではなくて、そこにいる人と直接、こう、話をするっていうことが、まあ、そこが重要かなと思ってます。友達を誘ってでもいいと思うんですけども、まあ、そうすることで、もう楽しみがですね、こう倍増するっていうかですね、そのメタバースの本質っていうのが、こう見えてくるんじゃないかなと思います。とにかくこのアバターにすることによってですね、まあ、人種だったりとか国籍だったりとか言語、年齢、性別、外見、ハンディキャップ、そういったものにこう囚われないですね、まあ、心のこう交流がこうできていくんですね。3D 空間がリッチだからっていうことではなくて、コミュニケーションを、より増幅させると。まあ、僕もこう、フォートナイトっていうですね、こう、ゲームやったりするんですけども、その時はですね、まあ、友達と一緒に、戦ったりとかするんですが、なんでしょう、音声がこう、めちゃくちゃクリアなんですね。で、そうするとですね、もう横にこう、友達がいるような感覚で、ずっと、旗から見たらですね、もう、一人でずっと喋ってなんかアホみたいなんですけども、本当にこう横に友達と一緒に遊んでるような、感覚です。で、ゲームが終わって、ログオフするとですね、もう一挙にこう寂しくなるっていうですね、そんな体験、ですね。まあこういった、ことがですね、当たり前のこう世の中に、なってくるんじゃないかなというふうに思います。で、こういったものがですね、なんでこうビジネスに、注目されているのかっていうふうな、ことですね。まあ、大きくはですね、とにかく今の時代、こう、イノベーションがですね、なかなか生まれないと、特に日本は、まあ、そういうことですと。
なので、新たなこう産業の要としてですね、まあ、いろんな期待がされているということです。で、マーコムの領域、マーケティングコミュニケーションですね、まあ、反則とも言いますけども、そういった領域ではですね、まあ、あの、Z 世代との、まあ、絆っていうかですね、エンゲージメント、そして、まあ、業務効率っていう部分ではですね、まあ、あの、円滑なコミュニケーションによって、まあ、スピーディーに、遠隔でも、できますよっていうような話。あとはですね、こう、全く新しい事業、ものづくりっていうものではなくて、価値創造サービスの、向上っていう、サービスの提供っていうふうなことができるんじゃないかということでですね、新しいビジネスとして、まあ、これが注目されていると。まあ、こういった、イノベーション技術っていうのはですね、まあ、AI だったりとか、ロボットだったりとか、量子コンピューティングだったりとかですね、その他、まあ、ゲノムだったりとか、まあ、いろんな、技術があるんですけれども、まあ、比較的に、参入しやすいっていう領域、あと、まあ、知っておくべきというふうな、ことで、このメタバースが、こう、注目されているというふうなことですね。この VR の領域でもですね、このメタバースとの相性っていうのが、まあ非常にいいので、こういった VR をどう活用していくのかっていうふうなこともですね、メタバースを知っておくと、どんなものを作ったらいいのかっていうのがですね、見えてくるんじゃないかなというふうには思います。で、まあメタバース、こうバズワードに過ぎないんじゃないのっていうふうな、話もあるんですけれども、まあよくこう 3D テレビとかですね、この VR とかこうセカンドライフもそうじゃんみたいな話っていうのは、まあよくあるんですけども、まあ、メタバースっていうのは、まあ、こういったことではないですよっていうようなことですね。で、まあ、メタバースっていうのは、まあ、まだこう、開拓期なんですね。で、まあ、メタバースは儲かるとか、メタバースなら売れるっていうのも、ちょっと違ってきてはいるんですけれども、ただ、まあ、ここにはですね、いろんなフロンティアたちが、たくさん、集ってます。で、いろんな人が言うですね、否定的な意見を、むしろこう、チャンスっていうかですね、ラッキーと思って、それを解決することで、次の、ステージにこう進めるよっていうふうなことでですね、皆さん取り組んでらっしゃるというふうな、そんな状況でございます。で、グローバルの動向なんですけれども、これはですね、日本だけじゃなくて、世界中で起きているというふうな、ことですね。まあ、一番のこうきっかけになったのは、Facebook がメタっていう社名を変更してですね、今までこう SNS の会社だったのをですね、メタバースの企業に変わるんだ、みたいなことを、このザッカーバーグがですね、宣言して、そこから、うおーってですね、世の中が、加速した。まあ、これコロナの加速、コロナの影響っていうのもですね、まあ、多分にあるんですけれども、まあ、これが非常に大きかったなと。いうふうに、まあ、思います。で、まあ、将来的にはですね、このザッカーバッグ、こういったメガネ式のですね、もう簡単に誰もが装着できるような VR デバイスを、開発しようっていうふうなことでですね、これを、20年プランで、当時2015年ですね、今から7、8年前になりますけども、まあ、それを宣言して、この、VR だったりとか、メタバース領域に、シフトしたというふうなことですね。で、まあ、今ですね、こういった、レディープレイヤー1という映画が、あるのをご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こういった、メタバースの空間にこう入っていって、で、そこでいろんな人と出会い、いろんなビジネスを、この中で完結させるっていうふうな、ことですね。最近ですと、ヨーロッパでもですね、ベータ版が、ローンチしましたけれども、欧米では、こういったものがこう進んでいますと。日本にもですね、この年末から年、来年始にかけてですね、この Facebook の、メタバース、Horizon World っていうのがあるんですけれども、そういったものが、サービスがローンチすると。で、この秋からはですね、いろんな会社から、デバイスがこう出てくるはずです。この Facebook の場合はですね、この会話にですね、こう、吹き出しがこう出てくるというふうな、Facebook じゃなくてメタ社ですね。吹き出しがこう出てくるみたいな、こうサービスも、検討しておりまして、まあこれによってですね、言語が違ってもですね、本当に自由に、シームレスに会話ができると
いうふうな、ことを目指しているということです。で、同じくですね、中国もですね、まあ、ピコという、VR のデバイス会社をですね、買収して、このメタと同じような、こう、ポジションを、狙っていこうとしてるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これだけではなくてですね、まあ、これピコっていう、VR 端末なんですけども、今、メタ社のクエスト2っていうのがですね、3万7千円ぐらいだったのがですね、2万円ぐらい値上がりしたっていうのがあるんですけれども、まあ、このピコ社はですね、まあ、それよりも安く、メタと同等のですね、こうデバイスを今出そうとしているわけですね。で、まあ、まあ、それ以外にもですね、まあ、国内ではこうパナソニックさんもそうなんですけども、アルパラだったりとか、ちょっと会社名忘れましたけども、たくさんのデバイスが、今後世の中にこう出てこようとこうしているっていうようなことですね。で、まあ、こういった企業の戦略なんですけれども、マイクロソフトや、アップル、グーグルですね、こういった、ポジションをですね、その他の企業もこう狙っているというふうなことですね。まあ、アップルもですね、まあ、来年、初頭にはですね、AR の新しい、デバイスを、出すみたいな、噂がありますけれども、ここら辺も、期待するのと同時にですね、そういったものが出てくることで、より一層、加速するのかなというふうには、考えています。こういった特に AR 系のメタバースですね、ポケモン GO のこう進化版っていうふうな、もの、まあどういったものが、できるのかなかなか想像つきにくいかもしれませんけれども、ちょっとまあ時間があれば後ほど、ご紹介したいなと思います。まあメタバースのビジネス構想、っていうのがまああるんですけども、ちょっとこちら時間がないので割愛しますが、また資料等ですね配布したものをまたご覧いただけたらなと思います。で、よくある質問としてですね、メタバースやってみたいけど、どこと組んだらいいの？というふうな、話です。まあ、大きくですね、このメタバース、右側このゲーム系のメタバース、左側コミュニケーション系のメタバース。で、上がまあ企業主体だったりとか、まあ下がユーザーが、一緒になって構築していくメタバースと。いうふうなものがあるんですけれども、まあ、この丸の大きさがですね、まあ、どのくらいの人が、いるようだったりとか、どのくらいのポテンシャルがあるよっていうのを、表示しているものなんですけれども、こういった形でですね、まあ、ここに淘汰されるっていうわけじゃないとは思うんですけども、こういったものがですね、どん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 新興産業として出てきますよっていうふうなことで表示しております。で、日本においてもですね、まあ、いろんな、メタバースの、ワールドがですね、まあ、群雄割拠しているというふうな、そんな状態になっています。もう百花繚乱しているというかですね、もちろんこの、ドコモさんもですね、このドアっていうメタバースを、作っておりまして、これもですね、今後、国内、国産としてですね、こうスケールしていくんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今回これ、NTT さんのイベントをどこ言いながらも、一応 KDDI さんとかですね、まあソフトバンクさんもですね、特にこのキャリアさんですね、このメタバース領域、こう力を、入れておりますので、まあ今後のですね、成り行きっていうのが、まあ非常にこう楽しみだなというふうに思ってます。で、まあまあ国内注目のプラットフォーマーっていうことでですね、まあ、いくつか、まあ、チョイスも、こうしていて、で、それぞれ、こう、特徴が、こう、それぞれありますと。で、まあ、こういったものをですね、一覧表にしておりますので、また、お時間あるときにですね、ご覧いただけたらなと思います。まあ、これ、クラスターっていうのがですね、まあ、一番初めに、国産で、世の中に、こう、登場したに近いのかなと。まあ、ゲーム以外っていう部分。ですけども、まあ、クラスターっていうのがあったりとかですね、こうサンドボックス、そして、アンバー、そして、モノアイ、ロブロックス、これは海外の、メタバースですね。もう1日、4700万人近くが、
やってるっていうふうにこう言われるんですけども、まあ、そのぐらいの大きな、まあ、規模、経済圏が、ここにできているというですね。そして、まあ、グリーさんが、出している、リアリティワールドというメディアですね。スカイマルスだったりとか、レップワールド、まあ、いろいろなメタバースがこう出てきておりまして、わかる範囲で、まあ、いろいろ情報をこうインプットしておりますので、またご覧いただけたらなというふうに、まあ、思います。まあ、ライブ中心のメタバースみたいなのもしますね。はい。まあ、フォートナイトとかですね。まあ、メタバースっていうのは、たくさんの人が、参加しててもですね、データの負荷を、避けるために、比較的、表示できるエリア、人数っていうのはこう限られているんですけども、まあ、このメタバースに関してはですね、もう、一度に、何千人も表示させることができるんですね。そういったメタバースもありますよっていうふうなことでご紹介させていただきました。で、さらに言うとですね、誰もが、気軽に参加できるメタバースもありますよっていうふうなことですね。まあ、オビスっていうんですけれども、まあ、まあ、これはですね、まあ、メタバースなのって思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、いろんな企業さんが、まあ、アポイルを活用しているっていうようなことでですね、まあ、しかも安価で提供しているメタバースということで、ご紹介したいなと、こう思ってます。なんでしょうね。メタバース、こう、3D 空間みたいな、こう、イメージをお持ちかもしれませんけれども、昔のドラゴンクエストですね、ドラゴンクエスト1とか2とか、そのくらいの時っていうのは、まあ、平面があってですね、そこをですね、自分が勇者をですね、右とか左とかにこう、動かすみたいな、ことなんですけども、まあ、割とそれに近いような形ですね。背景自体は、こう、JPEG1 枚ベターっとこう、貼り付けてあって、でそこに、シンプルなちっちゃいアイコンをですね、まあ、移動させて、会話できると。で、まあ、場合によっては、こう、ズームみたいな、形でですね、皆さんの顔を出して、連携できたりとかも、こう、するというものでございます。まあ、近くで見るとこんな感じですかね。まあ、これはオフィスをイメージしているんですけども、オフィス空間を、行ったり来たりして、で、話したい人のそばに行って、そこで、会話できると。今一瞬黒い、同心円が出てきましたけども、まあこれ何なのかっていうと、声が届く範囲みたいなことをこう示しているわけですね。なので、近くにいる人は声が、よく聞こえて、遠くにいる人の声はこう聞こえないだったりとか。あと、やっぱりもうちょっと突っ込んだ打ち合わせしようよってなったらですね、会議室に移動して、で、その会議室のドアをロックすることで、そこにいる人にしか、こう、聞こえないだったりとか、まあ、そんなことが、こう、できますよっていうふうなことですね。で、当然ですね、こういった写真とか顔を出して、会話するみたいなことも、こう、できますよというふうな、まあ、とっても、こう、簡単な、こう、メタバースもありますと。で、こういったのもいくつかありましてですね。こういった、オフィス空間で、もうちょっと、人をですね、リアルにこう表示させた、よりドラゴンクエストにこう近しいようなですね、そういったコミュニケーションができますと。自分でじっくり一人で仕事したいんだよってなったら、こういった、自分の席に行ったりとか、あと会議室みたいなものを用意して、その会議室にこう入って、で、ロックをすることで、この中だけで会話ができたりとか。あとは、ま、休憩室だったりとか、談話室みたいなのを用意して、雑談をこう話しする場所みたいなものを設けたりとか、こうしてるわけですね。要は、ま、これメタバースっていうよりも、これを運用しているところはですね、もう一つの不動産業として運用しているわけですね。ま、リアルな、オフィスなんかいらないよ。もうバーチャル上でいいじゃん。そこのバーチャル上の、空間を、月額で、販売するんだ、みたいな、そんなサービスなんかもですね、徐々に始まっているというような、ことであります。まあ、ちょっとしたですね、手を挙げたりとか、お辞儀したりだったりとか、
そういうですね、エモートっていう機能がこう備わっていて、よりコミュニケーションを、活性化させるようなですね、そういったアクションが、できますよというふうなことでございます。まあ、これもですね、仮想空間上でアバター同士でコミュニケーションできるというふうな意味合いにおいてはですね、メタバースなのかなというふうに思います。で、あとメタストアっていうのがこう、メタストアっていうのは何なのかっていうことでちょっとだけ動画を紹介しますと、本当に安い金額でメタバース空間をお店を持てますよっていうものですね。で、テンプレがあって、で、いろんな商品を、棚に置いたりとかして、それを、管理もして EC プラットフォームと連携することで、この、ものを、販売できますよと。で、そこに店員がいて、店員とこう話をするみたいなことも、できますよというふうなことですね。で、これを、自分のホームページにベタッとこう貼り付けるだけで、ホームページにですね、自分のお店の、入り口がこうできちゃうっていうような、そんなような、形ですね。こういった、新しいメタバースみたいなサービスっていうふうなこともですね、来てますよっていうふうな話です。まあ、これが、まあ、メタバースのコマースっていうふうな、ものですね、まあ、提供できるんじゃないかと。もうメタバース上で買い物っていうのがですね、だんだんこう当たり前になってきたというかですね、まあそれがあるからこそ、こういった領域っていうのがまあスケールするのかなというふうに思いますが、ただまあメタバースのプラットフォームはたくさんこうあるっていうふうな話させていただいたんですが、それを成功させるためのポイントみたいなことがいろいろありまして、いろんなメタバースのこうプラットフォーマーのプレイヤーたちにですね、意見を、聞いております。で、まあ、多分、ここにある6つのエッセンスっていうのが、まあ、非常に大事だよっていうふうに、まあ、現時点での、こう、最適解ということなので、ご紹介しますね。まあ、誰もがまず簡単にワールドに入れることができるっていうのが大事かなと。要は、アプリをダウンロードしなきゃダメだったりとかですね。なんか、個人情報を、いろいろ入力しないとダメっていうふうなことではない。まず本当に、ブラウザーと同じような形で簡単にこう見ることが、サーフィンできることが、まあ大事ですよ、というふうなことですね。あと、快適なコミュニケーション環境が、提供されているのか、要は声がクリアになって途切れたりしないだろうかだったりとかですね。まあ、エモートボタンみたいなものがあって、挨拶も、簡単に、アバターでしてくれるかどうかだったりとか。あと、そういった、アバター自体をですね、カスタマイズができて、自分の、アイデンティティを、表現できるかどうか。そして、この4番目にはですね、経済がそこで動く訴状があるのかどうかっていうようなことですね。そして、あとは、まあ、いろんなサードパーティー、いろんなシステム、サービスみたいなところを、提供しているところとですね、ガチャンガチャンこうくっつけることで、より便利にすることができるか、だったり。あとは、リアルな場所と、連動することができるかどうかっていうふうなことも大事かな、というふうに思います。まあ、わかりやすく言うと、リアルな場所で花火大会やってるときに、このメタバース上でもこう花火大会やってますよ、とかですね。そんな連携っていうのも、大事なのかなというふうに思います。で、ただ、まあ、これってですね、どうやって成功させようかっていうふうな、ことではなくて、まず、成果っていうものよりも、まず KPI をこう設定してですね、目的ですね、それに、どうやってたどり着くのかっていうふうなことを、まあ、しっかり、プランニングこうしていくことが、まあ、重要かなと思ってます。まあ、こういった、メタバースって、まだ、黎明期ではあるんですけれども、この裏を返せばですね、まあ、いろんな可能性が、こう、ありますと。で、ただ、もう、既にそれがベータ版であるっていう認識ですね。これが完成っていうものは、ないっていうことですね。ウェブサイトもですね、多分、ちょっとずつ、ユーザーの動向だったりとか、世の中の変化に合わせてですね、運用っていう形で改良してると思うんですけれども、まあメタバースも同じなんですね。これが完成っていうことではない。
なので、まず最初にやるべきことっていうのは、まあ、自身のアバターを作って、いろんなメタバースのサービスに入ってみるっていうところですね。ゲームをやるっていうところでもいいと思う。で、そこで、まあ、いろんな人と会話するっていうふうなことを、まあ、非常に、まあ、気を配っていただけるといいのかなと思います。会話することで、そのメタバースの住人がどういう人たちで、どういうコミュニケーションを取っていったらいいんだ、みたいなことが、見えてくるのかなというふうに思います。まあ、それによって、今度自分たちがそこで、どんなビジネスを提供すると、これがスケールするんだろうっていうのをですね、スモールスタートでこう進めていくっていうようなことが、良いのかなと思います。で、まあ、電通のメタコマ戦略みたいなことをですね、ちょっとだけご紹介します。まず、メタバースの発展って何なのかっていうと、まあ、基本的にはやっぱそこに人が集まること。これはまあ、メタバースに限らず何でもそうなんかもしれませんけれども、あと、まあ、そこにですね、経済圏が、まあ、確立するかどうかっていうふうなことだと、捉えています。で、まあ、電通っていうのはどちらかというと、業界フラットな、会社で、まあ、特にこの技術を持ってるわけでもないですし、まあ、コンテンツをですね、持ってるわけでもなくてですね、まあ、ただ、まあ、いろんな、こう、つながりっていうのが、こう、資産だとは思いますし、そういったいろんなプラットフォーマーさん、をですね、まあ、フラットに見て、で、そこにですね、必要なサービスをこう、くっつけていくっていうふうな、まあ、いろんなこう、プラットフォーマーさんとこう、連携してですね、まあ、そこにインフルエンサーだったりとか、コマースの、仕組みだったりとか、課金システムだったりとか、クリエイティブ要素だったりとかですね、まあ、仮想通貨だったりとか、まあ、ID との連携みたいな、ものをですね、まあ、組み合わせて、そのお客さんに、最適な、プラットフォーマーだったりとか、そこのプラットフォーマーに、サービスを、付加してですね、こう提供していくっていうふうなことをですね、まあ、ビジネスモデルとして、行ってますよっていうふうなことをちょっと、予備知識としてご紹介しました。で、各産業が、じゃあどんなふうな取り組みをしているのかっていうふうな、お話なんですけれども、このアパレル業界、においてはですね、まあ、今まで布で、物を作ってた、会社がですね、デジタルガジェットを作る会社になってきてるって話ですね。で、これは、プラットフォームの一つとしてですね、スノーっていう会社がですね、まあ、派生として、ゼペットっていうですね、アバターを、まあ、自分自身を、アバター化してですね、でさらには、自分でメタバースを作れるっていうところまで、こう、サービスがどんどん、広がっていっているんですけども、今は、ここにはですね、まあ、いろんなアパレルがですね、協賛して、まあ、アバターに対して服を、販売したりとか、まあ、サービス提供したりとかしているっていうようなことですね。まあ、自分のアバターにですね、そのアパレルブランドのこう服をこう着せて、で、友達とこう会ったりだったりとか、そんなことをやってますよっていうふうな、ことでございます。こう、自動車産業っていうふうなことですけれども、まあ、先ほども、コニックプロの箱話とかもありましたけども、まあ、コニックさんもですね、まあ、いろんな、領域、模索しております。こういったメタバース領域なんかもですね、まあ、非常に力を入れようとしているんですけれども、まあ、これは、トヨタさんではないんですが、まあ、実際にですね、こう、現実世界だけではなくて、メタバース世界にこのようにですね、こう入っていけて、実車の、市場がこうできますよ、というふうなことですね。で、まあ、試乗する際にですね、まあ、家、自宅から、いつでもどこでもこう、試乗ができて、で、まあ、ガソリンというか、パワーチャージの体験もできたりとか、で、あとはですね、ナビゲーターがこう、横にいてですね、いろいろ案内してくれたりだったりとかですね、まあ、自分の、友達を呼んで、その友達と顔をツーリングするみたいな、こう、体験ができたりだったりとか、まあ、リアルさながらのことがですね、まあ、自宅で、簡単にできますよっていうふうな、サービスですね。こういったことをこう始めてます。
当然、ここの背景にですね、こう実写の世界みたいなものがあると、まあ、さらに、まあ、臨場感も増すのかなと。まあ、CG は CG の良さもあるし、こう、実写の良さっていうのも、それぞれあるのかなというふうに、まあ、思います。で、まあ、こちらも同じような、形ですけども、アウディさんなんかもですね、この領域を力を入れていて、で、まあ、外観がですね、こうやって見れるだけではなくてですね、実際に、これも試乗体験っていうのがこうできますと。で、こうハンドルを握るとですね、まあ一気にこう車が動き回すっていうふうなことですね。この VR ゴーグルをかけてやるとですね、本当にこう臨場感があるっていうかですね、まあいろんな方向を見ることがこうできますよっていうふうなですね。で、まあ単純に、運転だけじゃなくて宇宙空間をワープしたりだったりとか、そんなことができたりだったりとかこうします。で観光産業、どんなことをやってるのかっていうふうな話も、ちょっと紹介したいなと思います。これはですね、本当に、まあ、沖縄の会社がですね、自主的に、やっているですね、メタバースですね。で、まあ、沖縄をとにかく応援しよう、まあ、沖縄に来てもらおう、あるいはこう、来れない人にですね、沖縄の素晴らしさを、まあ、いろいろ紹介していこうっていうようなことで、を始めた、メタバースではありますね。で、今ではですね、まあ、たまにこう、イベントなんかもこうやってますし、このガイドの、VTuber、バーチャル YouTuber っていうんですけども、この子がですね、いろんな人たちとこう、触れ合ったりとか、こうして、で、それの様子をですね、YouTube にアーカイブ化してですね、上げていったりとかですね、まあ、非常にこう、頑張ってる。メタバースかなというふうに思います。まあ、メタバースっていうかですね、まあ、メタバースを使ってた、観光システムみたいなものでしょうかね。多分、こういったことがですね、これから自治体でもどんどん、起こってくるのかなというふうには思います。飲食業界。まあ、飲食業界でですね、ちょっと最近自分の中で面白いなと思ってるのが、ポピー横丁っていうですね、まあ、昭和の飲み屋があるんですけども、まあそこにこう入っていくとですね、まあ昭和を舞台にしたですね、飲み屋がこういっぱい広がっていて、で、そこにこう入っていくとですね、誰かしらがですね、まあ飲んでるんですね。飲んでるというか、みんなと集まってこう会話していると。当然メタバース空間なので、みんなは多分自宅のですね、パソコンの前にいるんだと思うんですけども、まあそこで、ワイワイ飲んで、で、新しい人が来たらですね、ピッとこう、エモートボタンっていうかですね、手をこう上げるジェスチャーをしたら、相手が気づくとですね、まあ、上げ返してくれるんですけども、そしたらそこの席に、そそくさんとこう行ってですね、はじめましてとか言いながら、相手のアバターを褒めてあげるっていう、そういうところからこう始めるっていう、コミュニケーションが生まれるっていうふうなんですけども、リアルではなかなかそういった出会いって、しづらいとは思うんですけど、このメタバース上だとですね、結構柔軟にこうできるという、まあそういった面白さがあるのかなというふうに思います。まあこういったもののですね、ホストクラブ版みたいなのがあってですね、まあ実際にですね、こう会話をしたら粋な言葉でこう返してくれる。で、乾杯してですね、お酒を飲むわけじゃないんですけど、飲むふりをするだけでなんかちょっと酔っ払ってですね、気が大きくなったこう気分になって、まあとってもこう楽しい、ひとときがこう過ごせるような、そういったメタバースもありますよということですね。で、あと、不動産、金融取引なんかもですね、まあ、この領域ですね。まあ、先ほど、不動産のメタバースをご紹介させていただきましたけども、こういった、まあ、決められたスペースの中に、の土地を、購入してですね。で、そこに、まあ、自分でゲーム空間を作ったりとかですね、サービス空間を、こう、ビルドしていくわけですね。で、まあ、こういったところに対してですね、まあ、いろんな、投資家が、こう、投資を始めていて、で、そこの空間の価値を上げて、さらに、こう、転売していくですね。要はもう、バーチャル上の、土地、を、販売するっていうふうなこともですね、まあ、起きているというふうなことですね。まあ、ビットコインっていうですね、まあ、仮想通貨の話が、一時、こう、流行ってましたけども、ここでは、まあ、サンドというですね、仮想通貨があって、
そこにランドっていうですね、こう、街を作って、で、そこにアセットっていうものを、まあ、課金して、それを手に入れて、このランドに、配置するでもいいし、自分でアセットをこう作って販売するっていうふうなこともできますし、っていうことですね。で、さらにそこにこうゲームのこう仕組みなんかを入れてですね、遊びに来た人から、このサンドというのをこう課金してもらうっていうふうなサービス。で、これがまた、現金に換金できたりだったりとかですね。あとは、まあ、ここの中で、いろんなサービスを、享受できたりするっていうですね、そういった経済圏がこう生まれているというふうな、ことも、ご紹介しておきます。で、まあ、国土交通省もですね、今いろんな、動きしております。これ辺はちょっと割愛したいなと思いますが、まあ、こちら、大阪の梅田ですね。で、梅田の街をですね、忠実にこう再現した、バーチャル空間上がありますと。ただ、まあ、まだですね、お店がちゃんとできているわけではなくてですね、定期的にここで、まあ、音楽フェスみたいなことをやってるんですね。まあ、リアルな梅田の街で音楽フェスって、こう、なかなかできないですけども、バーチャル上でですね、有名な、バーチャル YouTuber っていうですね、こうアバターを招待して、で、まあ、そこでですね、ライブを、やりますと。で、そのライブもですね、なんと有料なんですね。2日間、クライマックスがあって、まあ、それ5000円のチケットを買って、そのライブにこう参加すると。で、なおかつ、そこにですね、こう花束をこう飾ることができて、メッセージを加えてですね、添えて、置くこともできるんですけども、それがまた3500円するだったりとか。あと実際にですね、このバーチャル握手会で、この VTuber の方と握手するのにですね、2万円払わなきゃいけないだったりとかですね。まあそういったことにももう、みんながお金を使い始めているっていうような、ですね。で、まあここにある企業さん、スポンサーブースにはですね、企業を誘致したりとか、まあ実際の、リアルの看板の位置に別の企業さんの看板を置いたりとかですね。あと気球がこうやって飛ぶんですけども、その気球に、企業さんのロゴを貼ったりだったりとかしてですね、そうやって、今、街をですね、少しずつ、構築し始めていると。これはまあ、阪急阪神不動産ですね。まあ、親はまあ、ホールディングスの方なんですけども、この街づくりっていうふうな、新しい街づくりということでですね、こう進めているというふうなことですね。で、まあ、ここを別に、町と言えどもですね、まあ、世界中から来れるわけですから、まあ、仮想的にですね、こう人口を増やすことができますよ、というふうなことですが、まあ、これもですね、まあ、イベントで20万人ぐらいがこう集まったというふうな、そんな、ものになります。まあ、これ僕もこう入っていったんですけども、まあ、ここでですね、まあ、有料課金で入ったんだけど、その、なんかうまくできなくてバグってですね、ブースに入れなかったんで、ここにメタジョブで、雇われたですね、こうスタッフにこう僕こう話しかけるんですね。で、ちょっと迷っちゃったんだけど、なんとかなんないとかって言って、ああ、じゃあちょっとキャッシュをクリアしてみてくださいとかなんか言って、キャッシュクリアするんだけど、まあそれでもなんか入れない。どうしたらいいのみたいなことを言ったら、ちょっと運営のもの呼びますとかって言ってですね、しばらくしたら、まあ、彼がですね、運営の人をこう呼んできてくれて、で、周り、僕の周り、こう、スタッフだらけになってですね、みんなであだこぼだ言いながら、とにかくみんなが力で解決してくれたんですけども、で、なんとかこう入れるようになって、みんなが、あ、行ってらっしゃいとか言って、じゃあ楽しんでくるわ、みたいな感じでですね、なんかもう、そこにいるスタッフと話してるだけでも十分楽しかったな、というふうな、そんな、印象のメタバースでした。で、あと、まあ、自治体さんがどんなことやってるのかみたいな話をちょっとしてみたいなと思います。今はですね、万博っていうのをこう控えていて、大阪はですね、まあ、なんだろう、バーチャル大阪っていうものを、構築してます。まあ、初のですね、バーチャルとリアル共催のですね、万博になるっていうことで、まあ、世界中からですね、まあ、2500万人以上をこう集めたいというふうな中の一環としてですね、大阪の街をバーチャル上にこう再現しています。
これ道頓堀があってですね、道頓堀結構中心に再現してあるので、ぜひお時間あったら行ってみていきたいんですけども、まあ、すぐその横にですね、大阪城があったり、俳優館みたいなものがあったりとかですね、まあ、大阪の街が、狭いところにぎゅっとこう凝縮されているんですけれども、こけら落としではですね、吉村知事だったりとか、松井市長なんかも、ゲストでこう参加されておりました。で、まあ、これがちょっと、今後どういうふうにこう進化していくのかっていうのが、まあ、楽しみなんですけれども、まあ、これのプロデューサーがですね、大阪大学の、佐久間君っていうですね、学生なんですけども、まあ、その学生がこう、プロデューサーとしてですね、まあ、彼もこう、言ってましたけども、まあ、バーチャル空間を作るというよりもですね、アバターのコミュニケーションを、とても大事にしていきたいというふうなことを、おっしゃってましたね。まあ、こういったような、ことでですね、バーチャル上にアバターを、たくさん置くことでですね、仮想的なこう人口がこう増えていくっていうことが言えるのかなと思います。メタバースでですね、まあ、メタバースではないんですけど、山古志村っていうですね、長野県にあるですね、鯉の産地のあるこう村があって、まあ、そこがもう過疎化でどうしようもないっていうふうな状況だった時にですね、デジタル住民票っていうのをですね、募ったんですね。要はそこの場所に行くわけでも住むわけでもないんですけども、住民になると。で、まあ、戸籍まで取れないわけじゃないんですけども、バーチャル上で、まあ、住民票を取ってですね、で、そこの、村にですね、資金を落としていくというふうなことなんですけども、まあ、ひょっとしたら、この少子高齢化の日本においてはですね、こういったものが、一つですね、起死回生の救世主になっていくかもしれないなって思ったりします。要は、まあ、例えば、こう、宇部とかですね、これ政令指定都市だったかな。ちょっと忘れちゃいましたけども。まあ、そこにですね、実際にこう人がいなくても、仮想的に人が集まることでですね、そしてその人が、そこで、ビジネスをするっていうふうなことでですね、その街自体が、仮想人口がこう増えて盛り上がっていくみたいなことがですね、まあ、起きなくはないかな、というふうなことですね。なんで、こういった街のアセットみたいなものをこう活用した、楽しみのあるですね、バーチャル空間をこう作ることで、そこに人を集めて、で、資金を落としていくっていうふうな、そしてそこで新たなサービスと産業を、生んでいくっていうようなことがですね、まあ今後のトレンドになり得るんじゃないかなっていうふうに、思ったりします。今、我々の方でも、いろいろ始めているのがですね、大阪城の、まあ、メタバース化っていうですね。まあ、あと NFT 化っていうふうなことです。まあ、大阪城っていうのはですね、本当に日本がこう、天下をですね、争った、まあ、中心の、町でもあり、まあ、商業が本当に活性化した、町なのかなというふうな、中でですね、まあ、たくさんの、人たちをこう集めていきたいなと。で、さらにですね、この今大阪城をこうスキャニングをしているんですけれども、この大阪城、実はこのお城の上物よりもですね、この石垣の方が非常に、価値が高い。当時のものがそのまま、徳川幕府がですね、もう本当にお金を射止めつけないんで、全国から石を、かき集めてですね、で、それで組んだのが、この大阪城なんですけども、この石垣何々藩の誰それが、持ってきました、みたいなことが、こう、刻まれているんですけれども、まあ、この石垣をですね、スキャニングして、で、一個一個、データ化してですね、それを、こう、NFT で、こう、販売すると。まあ、実際に、NFT なんで、持って帰ることできないですけども、まあ、自分が大阪城のですね、歴史文化財のオーナーになれるっていうふうな、ことですね。それで、リアルな大阪城を支えてるっていうふうな、人たちのこう一員になるっていうふうなことでですね、こういった NFT の、商売みたいなことを、まあ、これから始めようとしていると。こういった石垣を、誰がどう所持しているのかみたいなことがですね、表示されるというふうな、こういった、サービスで。
まあ、文化財をですね、まあ、保全していくっていうようなことで、まあ、文化財が持っている、こう、課題ですね。その課題を、こういうふうな形で DX で解決していきますよ。まあ、そうすることで、NFT を活用したですね、Web3 っていう言葉が最近、こう、流行っているかと思うんですけども、またちょっと後ほど紹介できればなと思うんですけども、こういう新しい、ウェブ時代のですね、まあ、民主的な保全事業っていうふうな、ことですね。まあ、こういった、ことを、やろうとしてるっていうようなことですね。まあ、Web1 とか Web2 とか Web3 って何なのっていうふうなこう話なんですけども、まあ、よく言われているのが、こう、Web1 っていうのは、まあ、本当にパソコン通信がこう始まった頃で、情報を、あるところからこう引き出すというふうな、ことですね。あと、まあ、双方向でちょっと通信ができるというふうな、時代。まあ、これを、まあ、Web1 っていうふうに、一般的にこう言われていて、この Web2 っていうのはですね、みんなが、まあ、スマホを持って、自由に、ウェブにこうアクセスできるようになって、で、さらに、情報を、みんながこう発信して、で、みんながこう受け取れると。メディアだけがこう情報を発信するんではないよっていうようなことですね。で、今度、まあ、Web3 っていうふうには、こう、どういうことなのかっていうことなんですけども、まあ、これまでですね、そういった情報を発信するためには、まあ、Facebook だったりとか、LINE だったりとか、Google だったりとか、そういったプラットフォームを使っていかなければ、それができなかったものがですね、もうインターネットっていうのはもうみんなの資産だ。で、みんなが管理していくんだ。まあ、それによってブロックチェーンという技術でですね、安全に、皆さんのこう所在をこう管理することで、まあ、不正をなくしていこう。そして信頼性を上げていこう。そうすることで、まあ、中央集権ではなくてですね、それを分散型で、管理していくから、誰か、中央がですね、まあ、トランプがツイッターやってて、ツイッターの人がバンするみたいなことがですね、もうない、自由な世界を作っていこう。みんなで民主的に決めていこう、みたいな、そういう流れがですね、ウェブの世界に起きているというふうなことですね。まあ、そういった、時流に乗ったサービスっていうのをこう考えていこう。まあ、その中の NFT っていうのも、そういうことかな。で、まあ、メタバースですね。こういったイベント系の、こう、メタバースなんかも、こう、ありますと。で、こういった、いろんな企業が、こう、参加しているですね、バーチャルマーケットっていうですね、こういった、コミケの、メタバース版っていうふうなことで、セブンイレブンの中にも、こう、入ってきます。で、その店内で買い物をしたらですね、自宅の、近くのセブンイレブンで、リアルに受け取れるみたいなものがあったりとかしますね。あと、こう、百貨店っていうものなんですけども、百貨店もですね、まあ、伊勢丹さんが、最初に、メタバースみたいなことを、始めたデパートの1号店みたいな感じなんですけども、まあ、最初はこう、バーチャルマーケットっていうところで、お店をこう、立ち上げて、実際に、店員がですね、アバターとなって接客をするみたいなことをやっていたんですけれども、今やもう自分自身で、メタバースを運用してですね、要はバーチャル上に伊勢丹ができましたと。で、伊勢丹の地下でですね、お歳暮を購入して、で、それをですね、送るみたいなことも、もうできますし、あといろんなゲストを呼んでですね、イベントをやったりとか、あと美術館みたいな、ものをですね、運用したりだったりとか、まあ、ちょっとずつ、このメタバースを育てているというふうなことですね。で、まあ、メタバースの、未来予測っていうことで、ちょっとこれを社会実装のフェーズになったらどういうふうになっていくのかっていう紹介をちょっとしたいなと思います。今、これまでの情報社会、ですね、いわゆるその、ソサイティ4.0言われていたんですけども、まあ、要は情報をクラウド上に上げて、で、他の人がその情報を、引き出して、さらに加工していくみたいな、これ情報化社会。ソサイティ1.0って何なのかご存知でしょうかね。まさに、あれですね、狩猟民族の
時代っていうか。で、2.0 っていうのが、いわゆるこの濃厚時代で、まあ、コミュニティがこうできるっていうことですね。で、3.0 っていうのが、こう、産業革命って言われていて、まあ、大量に物を生産して、で、まあ、大量に消費していくっていう時代ですね。このソサイティ 5.0 って何なのかっていうと、今やもうあらゆるものがですね、ネットワークにこう繋がって、それがですね、クラウド上に上がって、で、人工知能が、それを、解析して、リアルタイムに、リアルな空間にフィードバックしていく。まあ、これによって豊かな暮らしを、享受しましょうよっていうふうな、まあ、こんな、サービスのことですね。で、まあ、こういったものをやることによってですね、本当に世の中の景色がどんどんこう変わっていくと思います。まあ、これはちょっと大げさな話かもしれませんけども、AR グラスみたいなものをですね、こうつけていって、で、そこの、リアルな場所にですね、いろんな情報をプロットして、まあ、基本的にはこう自分にとって必要な情報だけがこう表示されるっていうふうな、そんな感じになっていくとは思うんですけれども、まあ、こういった、形でですね、まあ、ミラーワールドを作っていくと、リアルの世界もこう変わっていきますよっていうような、話です。まあ、こういったものをですね、国交省がサービスを、提供してくれたりだったりとかっていうのを準備していると。まあ、これはですね、空間コンピューティングっていうふうな、技術なんですけども、こうやって都市の価値が再構築されると。デジタルツインっていうのはですね、それを司る中で一つ重要な、ファクトになるんですけども、まあ、実際の、車を作るにはですね、まあ、データ上で作って、まあ、それをシミュレーションすると。まあ、実際の車のデジタルデータがあることによってですね、何ができるかというと、その車が、どのくらい、走るのとかですね、まあ、どのくらいで、耐久性が落ちていくの、それが何が原因で故障するのっていうのをですね、データ上でシミュレーションするんですね。それが瞬時でシミュレーションできるので、まあ、そういったことをですね、まあ、検証するために、こう、デジタルツインっていうふうな、ものが、こう、生まれたんですけれども、こういったものは都市にも置き換えることができるよねっていうようなことですね。シムシティとか、まさに、そんな感じなんですけども、まあ、街をですね、どんどん発展させるためには、ここに警察署を置いて、ここに、公園を置いて、で、ここに学校を置いて、みたいな、ここに企業を誘致して、とかっていうと、まあ、都市がどんどんこう変わっていくと思うんですけども、まあ、それのリアル版みたいなものをこう作っていこうっていうふうなものですね。デジタルツイン、ミラーワールドという、メタバースですね。要は、リアルのフィールドにですね、全く同じバーチャルのフィールドを作って、このバーチャルのフィールドとリアルのフィールドの価値を両方上げていきましょうよ、っていうですね。今、こういった、カーナビだったりとかですね、そういったものなんかもですね、こういった技術を、まあ、いろいろ応用したりとか、活用したりとかしてですね、まあ、車のフロントグラス、まあ、ベンツのね、S クラスとかになってくると、フロントグラスにですね、こっちに曲がんなさいとかっていうような、が表示されてたりもするんですけども、こういったGPS だったりとか、そういったジャイロみたいなものをこう活用することでこうできます。まあもうちょっとミラーワールド、わかりやすく、図式化するとですね、現実世界の都市があって、それと全く同じですね、バーチャルの、都市をこう作りますっていうふうなことですね。まあこれをデジタルツインとして。で、ここに、気象データだったりとか、交通データだったりとか、人の動きっていうのデータを、プロットしていて、で、それを、AI 解析によってですね、リアルにフィードバックすることで、両方の価値を高めていきますよっていう考え方です。まあ、これが、ミラーワールドっていうふうに、定義しているんですけれども、まあ、例えば、ある場所でですね、まあ、地下鉄、まあ、地下っていうか、交差点で交通事故が起きましたと。で、交通事故が起きたら、周りが渋滞します。で、その渋滞を緩和させるために、周りの信号調整しないといけないね。あるいは警察さんが出動して交通整理しないといけないよね。みたいなことをですね、AI がもう勝手に解析して、で、それを、流れをですね、調整していくみたいなことが、こう、できるようになったりとかですね。
そういうすることで、街をこう発展させていこう。さらに、都市のいろんなデータ連携をすることでですね、街をスーパーシティに変えていこうっていうような、まあ、こういった、考え方です。まあ、そのための、糧となる、指針となるようなデジタルツインの都市をこう作っていくっていうふうな動きが、徐々に始まっているという話ですね。で、ちょっとまあ最後、ご案内になりましたけども、メタバースの今後と未来っていうふうなことでですね、今本当に時代の転換期というかですね、まあそういったイノベーションが、生まれようとしているというふうな、話です。で、まあ、ウェブ1から3までの話も、こう、チロッとさせていただきましたけども、もう本当に、ウェブ1からウェブ2、もう、モバイルの時代になることで、もう世の中がこう、ガラッと変わったと思いますし、いろんな企業がどんどん出てきましたよね。で、もう、その時に産業が生まれて、まあ、特に、日本はですね、そこでちょっと、ガラケーがあまりにも素晴らしすぎてですね、スマホへの移行が、遅れてしまったっていうですね。まあそういったしくじりがあったかと思うんですけども、この Web3 の時代に本当に何が起きるのかっていうことをある程度こう想定してですね、今できることをこう考えるって、まあ非常に大事なのかなっていうふうには思います。まあさっき NFT の話もしましたけど、今ですね、こういった NFT でですね、新しい、法律みたいなのができてくるだろう。自分たちのデジタル資産もちゃんと守っていかなきゃいけないねっていうふうなことでですね。まあ、いろんな企業がですね、まあ、商標登録なんかをですね、この NFT とかメタバースの領域で、それを申請の中に追記しているというふうな動きもあります。で、まあ、先ほどもちょっと話しましたけど、ビジネスっていうのはこう変化していきますよと。新しい住人ですね。もうメタバース空間って本当に、まあ宇宙人みたいな人たちがいっぱいいるわけですね。そういった人たちとどういう、エンゲージメント、コミュニケーションを取っていくのかだったりとか、もう働く環境にとらわれないですね、職場環境の DX、あるいはこの経済圏っていうのを、どういうふうに構築していくのかっていうふうなことを、考えていく。で、メタバースっていうのはもう一つのこう多重世界っていうか、もう一つのワールドなんで、まあ、そこにはですね、いろんな、ここに書いてあるような、いろんな、経済圏の可能性がこうあるっていうことですね。で、これが、一部ですね、まあ、リアルにもこう還元されて、まあ、ブランディングとかも当たり前なんですけども、EC とかですね、投資とか、イベントとかですね、リアル同等の、価値っていうのが享受できると。まあ、今の街の人口よりも、こっちの、街の人口の方が多ければ、リアルな街よりも価値が高いみたいなことが起き得るっていうことですね。まあ、価値を何で測るかっていうのにもよるんですけども、そういったこう未来があるっていうふうな、ことですね。で、まあ、メタバースっていうのは、なんか、ちょっととっつきにくいみたいなところはあるかもしれませんけども、もう一個のリアル、世界っていうふうに思って、で、まあ、そこは、本当に、遊びとか仕事とかね。まあ、ご飯一緒に食べるっていうのはなかなかできないかもしれませんけど、ある程度のことが完結できて、そこでこう楽しんだり、安らぎを得たりとか、仲間と集まったりだったりとか、産業を起こしたりだったりとか、経済圏を確立するみたいなことが、できる可能性があるっていうことでございます。で、こういった技術っていうのは、本当に、自分たちが思ってる以上にこう加速してます。本当にですね、まあ、テレビというものがですね、発明されてから、まだ本当に100年足らずですけれども、そこから、インターネットっていうものがですね、出てきて、そこからまたさらにインターネットもぐんとこう、加速、比例関数的にですね、技術だったりとかっていうのがこう加速しているんですけども、まあ、こういったものをエクスポネンシャルテクノロジーっていうんですが、さらにこういったものをミックスさせるとですね、より加速させるっていうふうな、こともありまして、こういった AR とか VR と、まあ、5G を組み合わせるだったりとか、それと 3D プリンターを組み合わせる、それとコンピューティングを組み合わせるみたいな、ことですね。そういったところで、こう未来をこう予測していく、そして今できることっていうのを、考えていくっていうようなことが、まあ、非常に重要なんじゃないかなというふうに、まあ、思いますと。まあ今後ですね、
まあ、勉強会とかで終わらない、ためにもですね、まあ、ここに、まあ、NTT さんもそうですし、360チャンネルさんも、そうだと思うんですけども、そういった方々と、まあ、一緒になって、ワーキンググループみたいなのを立ち上げてですね、新しい、世界の中でどうやっていくのかみたいなことをですね、まあ、実証実験というレベルでスタートさせていくのが、まあ、いいんじゃないかなと。で、今持っている、まあ、自分たちの産業の課題を、まあ、ちゃんと洗い出すっていうことですね。意外とその問題の発見って、気づかないっていうかですね、何が問題なのか気づかないみたいなところですね。スマホが便利だなと思ってでもですね、実はスマホを使うときに両手使わなきゃいけない、これって不便だよね、みたいなことに気づくっていうことが、まあ、非常に大事だと思います。そして、まあ、そこで、まあ、ここに書いてあるような、メタバース上では何をしていきたいのかっていうふうなことだったりとか、アイデンティティとは何だよっていうふうなことを考えていくっていうことも、まあ、大事なのかなと思います。そういった、まあ、将来的なですね、まあ、仮に何年ってこう設定して、その時に世の中がこうなってますよと。で、それからバックキャストでですね、今やるべきことっていうのを、何なのかっていうのをこう決めることが、まあ、とても重要なんじゃないかなと思います。はい、最後、まあ、ちょっとおまけ、ですけれども、こういった未来を知る上でですね、超おすすめの海外ドラマがありますと。ちょっとアマゾンだったりとか、ネットフリでこう見れたりとかすると思うんですけど、この4つですね、まあ、非常に、あ、未来こうなっていきそうだなっていうのがイメージできる、良いドラマかなと思いますので、まあ、左上はこれ映画かな、AI の未来ってこうなりますよね、だったりですね。まあ、これは実現できるかどうかわかんないですけども、可能性はあるよね。死んだ後も、楽しく世の中を過ごしていく、仕組みだったりとかですね。あと、事業を始めたい人たちはですね、あ、こういうふうに、シリコンバレーって、世の中進んでるんだと。これも、相当前の映画なんですけど、今あるですね、メタバースとかブロックチェーンの話とかっていうのはですね、この時からもう、いろいろ、歌われてました。そして、まあ、イギリスのですね、ブラックミラーっていうですね、まあ、トワイライトゾーンのもうちょっと未来を、皮肉った、ような、映画、というかドラマだったりとかします。こういうのを見ていくといいかなと思います。で、まあ、今回ですね、すいません、VR スキルアップセミナーと言いながら、メタバースの話を、中心に、話しちゃいました。まあ、ただ、やっぱりその、メタバースっていうものを知っておくことで、自分たちが何のために VR やっていくのか、みたいなことがですね、見えてくるんじゃないかなと思ってですね、お話しさせていただきました。で、各言う私もですね、今、いろんな VR コンテンツをですね、まあ、作っております。で、VR を作る上でですね、結構忘れがちなところだけ、一個、お話ししたいなと思います。VR って、映像に捉われがち、360度の映像っていう風な形で捉われがちなんですけど、音がすごく重要です。僕は、音がですね、半分ぐらいを、そのクオリティを占めてるんじゃないかなって思ってるぐらいで、毎回、音に関してはですね、こだわりを持ってます。まあ、ここにいらっしゃるですね、360チャンネルの、宮崎くんとかもですね、そういったところ、非常に長けてるなっていうふうには思っているし、過去にもですね、いろいろ助けていただきましたけれども、そういったこともですね、今後のセミナーで、聞いていただけるといいかなと思います。一個だけ、紹介しますね。この地に降り注いだ雨や雪は長い歳月をかけてろ過され地中深くの地下水脈に到達。
かどうかは分かんないまま喋っちゃいますけども、まあ、今の音なんですけども、これってそもそもドローンで撮影してるんですね。で、ドローンで撮影してると、本来、ドローンの、羽の音がですね、バレバラバラバラヘリコプターみたいな感じで、聞こえてまして、ほとんどドローンの音しかしないんですね。そのドローンの音が、こう、完全に消えてるっていうふうな、ことで、もう一回ちょっと、見ていただきたいなと思うんですけども、しかも、こう、川の下をですね、這うような、ことが体感できると思います。で、こういったものを VR のゴーグルで見ることによってですね、そこにいる臨場感っていうのが、まあ、非常に出るなと思います。もう一回ちょっとかけますね。この地に降り注いだ雨や雪は長い歳月をかけてろ過され地中深くの地下水脈に到達。すいません。画面がひょっとしたらカクカクしてですね、きちんと、聞こえてなかったかもしれませんけど、まあ、ドローンの音をどうやって消すんだみたいな話なんですけども、これはガンマイクっていうですね、遠くが撮れるような、遠くだけにこう集中して撮れるようなマイクを使ってですね、そのマイクをドローンと同じ軌跡でですね、動かすことによって、その音を優先的にこう使うことで、自分が本当に川の上をですね、滑空しているような、そういった、まあ、体験ができるっていうようなことをやってました。すみません。まあ、最後にそういった、VR の話を一瞬だけ、はみ込ませていただきましたけども、そういった音に対して、まあ、非常にこだわっていただきたいなっていうところで、私の、話は、これで終わらせていただこうかなと思います。まあ、これ以外にもですね、なんでしょう、アペンディックスでいろんな、メディアっていうかですね、プラットフォーマーさんの動きだったりとか、いろいろ書き集めた資料等も、ありますので、まあ、文字の補足ができてない部分はあるかもしれませんけど、ちょっとまあ、皆様のですね、今後の参考に、いろいろ、活用いただけたらなと思いますので、そういったのも、こう、資料に付けさせていただいておりますので、後日見ていただけたらなと思います。すいません。間、入ってくれって言いながら一方的に喋ってしまいました。申し訳ございません。以上で私の、お話は、一旦終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい、ありがとうございます。皆様貴重な話が聞けたんじゃないかなと思います。